会内数がいっぱいのお客さんをお迎えして、ここで第12回の美濃カクテ保存会の本院をビリタブ幕を下ろすことができました。会員一同、関係者一同、心よで熱く御礼申し上げる次第にございます。また歩いてちょうど12年に、まあ役者もだいぶ老化しますけど、この柳井もやった許可さんですが、この間の前に大役でなく翻訳をやって稽古をしておりました、根野さんが急に倒れるようになりまして、これで熱化ばかり前から一生懸命稽古をしてました。最初から会長さんの方からご挨拶もございましたが、来年は全国の図書媒サミットがこれを慣れたでございます。どうか我々も一生懸命全国の保存会の皆様に負けないように頑張りますので、一つご来場の皆様も一人に応援していただきますよう心より御念を合い、あてるのあてるの